いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。今日はまかまかクラブアンバサダーの森裕二くんがゲストで来てくれました。いや、イケメンだね。海辺で見てもイケメン。いや釣りは初めてということで。見ての通り初めて。初心者セット初めて。今日は豊浜の、南知多の豊浜の釣り桟橋に来て、初心者でも楽しみやすいサビキ釣りっていう釣りがあって、餌を使わなくてよくて、アジとかサバとかイワシとかが釣れるっていう。まあイケメンなんで、やっぱ魚をね引き寄せて。全部メスですね。エビがカゴから出てくるやん、そのカゴから、はい、その煙幕の中に仕掛けを入れる感じだから、カゴからを振ったらその中にスッて仕掛けを下ろす。なんとも言えないへっぴり腰が可愛いよ。うん、茶碗になってますね、ゆうじさん。来た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 、よし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 、カタクチイワシ、しかも2匹。綺麗ね、めっちゃ綺麗、ほら超透き通ってるよ。ねえ、なんでそんなエメラルドグリーンみたいな。あ、逃げた。ちょっと早めにしまおう。これはカタクチイワシなんでしょうか。ユージ分かったぞ。はい、餌を上の方で巻いて落とすじゃん、はい、そこで一回そのレバーを戻して、うん、そこでパッパッパーって餌を出して、で煙幕を作って、その中に針を入れると釣れる。よし、いけましたよ、うん、でその中に餌を入れろ、針を。よし、ユージ、このカゴに入れとうだけじゃ多分あんま魚を引き寄せれんわ。ちっちゃい、うん、すぐ見破られる。こいつら偽物だとちゃんと偽物ってわかるんやな。金魚でも3歳児ぐらいの量を持ってる。マジ、はいはい、金魚餌あげるときに傷わかるっていうのが、うん、あー、へえ。さあ俺が近くに餌を撒いてやるよ。ほら、よし来たぞ。さあどっちのに食いつくかな。来た。じゃあ巻いて。おお、釣れた。すごい。すごい。やるユージ、やばいじゃん。さすが。やったー。綺麗だね。ちょっと静かに。釣れたね。一匹。もうちょっと塩がいいのね。もっとたくさん釣れたかもしれないけど。目の前に魚がいて釣れないの悔しいですね。いや、やっぱりね、イケメンだからってそんな簡単に気になったのが、ゴミが結構落ちてるんで、まあ、僕らも自分のね、使った仕掛けとか飲んだ飲み物のゴミとか今持ってるんですけど、釣り場にね、自分で持ち込んだものを積んで、きっちり持って帰りましょう。はい、ね、ということで、じゃあ名古屋に帰って料理編行きたいと思います。はい、ジャンプ。さあ、名古屋に帰ってきました。今日はですね、海鮮串揚げまかまかということで、こちらですね、南知多の海鮮を使ったお店ですね、豊浜の釣り桟橋で、あれ、カタクチじゃないですか。ごめんなさい、トウゴロイワシですね。トウゴロイワシと、あとまあ、裏技で増えたイワシ、アジなどをちょっと料理していきたいと思います。かわいいね、相変わらず。こんなちっちゃいのに、すごいしっかりしてる。
これね、時期によってはね、これすごい回ってくるから、それかな。で、洗い流して頭落とします。これだけ小さいんで、もう頭もつけたままいきましょうか。はい、じゃあ方はね、内臓も残してもらって、あ、苦味がね、あるからね。じゃあ、エラと内臓を取って、綺麗に洗いました。じゃじゃん、でかいね。でかいですね。いい味だ、美味しそう。こちらの尻尾のところからですね、このなんか、なみなみのむける、これ、セイゴの尻尾の、硬いんだよね、それね、後ろからですね、ちょっとスライドさせるような形で、そぎちゃってしまう。やらせてもらいます。真ん中辺、この辺までは取った方がいいかな。はい、よいしょ。はい、で、腹割ります。腹からで、尻尾の方、はい、尻尾の方を左、はい、中の方から中骨に取って、はい、元入れていきます。はい、ね、この尻尾を持っていただいて、お、シュッといったね、シュッと。尻尾の方から離してもらうと、あー、綺麗、さすがです。反対は背からですね。反対は背から、腹背、背腹っていうやつか。はい、だいぶ残ったな。ごめんなさい。え、シュッとね、シュッとシュッとシュッと言ってない気がするけど。シュッと、あ、まあまあいいでしょ。腹骨を、アジの皮なんですけど、はいはい、薄い薄いね、アジの皮ね、はい、これ普通に包丁の刃を立ててやっちゃうと、うん、取れちゃう、絶対いきそうだよね、はい、こちらの身の厚い方からですね、皮を軽く持っていただいて、包丁背中、はい、包丁の背をですね、こうまな板にしっかり当ててもらって、それをそのまま包丁を、おお、すごい、ピロッと、あーよー、いつも見るアジの模様になりました。今のは技だな。ここにこれを背を当てて、しっかりまな板につけて、つけて包丁を動かす。あ、これまな板につけるのがポイントだね。皮はあんま引っ張んない方がいいのか。もう包丁でどうでしょうか。ちょっと残りましたかね。はい、いいね、いつも見る形になりました。じゃあ今回なめろうにするので、はい、中骨は外します。これ反ってね、もうこっち側はこれで骨がありません。アジの仕込みオッケーですね、はい、で、刻んで、今日は何に和えましょう。味噌と、おろし生姜、おろし生姜、醤油、醤油、はい、オイスターソースと、オイスターソースと、ごま油を、ごま油、はい、じゃあ、て中華風なめろうっていう、そうです、ね、なるほど、楽しみですね。いやー、まかまかクラブアンバサダーの森裕司くんが今回まかまかチャンネル初ゲストということで、はい、イケメンに釣られて幸せですよ。トウゴロイワシ、ごめん、今日、うん、途中動画カタクチイワシって言ってたけど、トウゴロイワシ、はい、釣った魚をね、こうやって料理したら美味しく食べれるんで、はい、ということで、今回は海鮮串屋の仲間さん、はい、新井店長にいろいろご指導を受けて、今日は、イワシの甘露煮ですね。甘露煮、トウゴロイワシの唐揚げ、唐揚げ、そしてアジのなめろう、なめろう、中華風、まあ、せっかくだから自分で釣ったトウゴロイワシちゃん、はい、
ちょっと、いただきます。どうですか？美味しい。美味しい。美味しい。あ、本当に？うん、全然臭みないね。美味しい。全然ないですね、うん、ね、脂も乗ってんね、このちっちゃいのに。うん、サクサクで、あ、もうなくなっちゃった。美味しそうだな。いただきます。これは美味しいですか？まあ、まずいわけないよね、甘露煮がね。美味しいです。甘露煮はもう美味しいです。間違いないやつだよね。そして注目のこれが一番僕は実は気になってた。もう知らないんですよね、これ。なめろう。なめろう。味噌とか、うん、醤油とか生姜とか調味料と味のお刺身をこう包丁で叩いて混ぜて。へえ。ミンチみたいな感じですか？そう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 。包丁で叩いてね。まあ、ある程度食感が残るぐらいの感じですね。はい。どう？厚な。いいっすね、魚の甘みめっちゃ出ますね。あ、本当に？なんか結構ミンチにしてるからどうなのかなと思ったんですけど、うん、そうで、薬味も入ってるから臭みがない、ね、全然いい、ね、うん、薬味入ってるんですね。うん、うん、うまい。これこそお酒が欲しくなりますね。海鮮くしゃではね、40種類の焼酎が用意。そうなんですか。そしてしかもそれも飲み放題でも。お酒好きにはたまらんすね。40種類ですよ。めっちゃ美味しいです、これ。また店長に一杯もらえますか？いいんですか？いいんですか？本当にね、欲しくなりますね、焼酎。うん。また行こうね。いいですぜひ。いいです。結構センスあると思うよ。本当ですか？うん、あとね、やっぱね、海が似合うイケメンだから。映えるわー。こんな風に言われるとハードル上がっちゃうな。TikTok？ フォロワー？今何？まあ、60万人。60万人？60万人。60万匹も連れても困るけど。それやばい。ちょっと有名人の森くんに、どんどんチャンネル盛り上げていただいて、大事なお願いを一緒にしましょう。一緒にしましょう。はい、一緒に。じゃあ皆さん、チャンネル登録、よろしくお願いします。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 